ットビジネスをぶっ壊すということで、令和2年3月30日になりました。いよいよ3月も終わりですね。4月になってしまいますね。4月になると何が起きるのか。そうなんですよ、速稼塾値上がりするかもしれないんですよね。やっぱりここに来てですね、私のところに集められる悲痛な叫びといいますか、そして、駆け込みという現象、これを見るとですね、多くの方は工学塾入って勉強したいけどもお金がないという状況ですよね。やっぱりね、お金がないから苦しんでいるところにさらに追い打ちをかけるように、お前高い金出さないとお前教えてやんねえぞみたいなのは、私のスタンスではないかな、少なくとも今の私のスタンスではないかなと。かつてはお金を払わないと自分の崇高なね教えは広めてあげないよっていうふうな、ちょっといけたかなね、高飛車な考えだったんですけども、今はいや、私の情報を受け取ってくださるんだったらもう銭金とか言わないですから、まあぜひ受け取ってみてくださいと、その上で判断してください。あなたが支払いに値すると思ったら残りを払っていただいてもいいし、いやいやちょっとねまだ支払いに値しないな、何よりも目先のお金がないんで余裕がないんですって方は待つってこともできるかなと思うんですよね。まあここは吉谷さんと意見が分かれるところで、だからこそね、ドリームアカデミアと速稼塾が併存する価値があると思うんですよ。吉谷さんはこういう時だからこそお金を払えない人はダメと。私の場合はですね、腹のくり方って別に高いお金を払うことだけじゃないと思うんですよね。他の方法でも十分腹がくくると思いますし、あとビジネスを一生懸命やるときに少なくともそのビジネスに投下する時間とか労力っていう、そういう出費があるんで、お金だけではないのかなと思うんですよね。甘いですかね、やっぱりこういうのはね、お金払わなくてもいいよみたいなのはね、まあ、全然払わないってことではないんですけども、一つのきっかけとしてまあ1割ぐらいはねちょっと払ってくださいよって話なんですけども、まあそれすら払えない方、要するに一番最初の私の速稼塾のカリキュラムっていうのは入塾費用をどのように工面するかってことなんですよ。でその一つが、まあ、入塾費用の1割ぐらいは払いましょう、残りはビジネスの進捗状況に合わせて考えればいいんじゃないですかと。塾代金を払うことでね、生活が壊れても本末転倒ですからっていうのが私の考えなんですよ。特に今みたいな先が見えない状況で現金を少しでも手元に置いときたいっていう方にですね、いやいやその手元に置いた現金ちょっと出しなさいっていうのはなかなか、私はちょっといけないかなと。まあこれはね、マーケティングと言われればそうなのかもしれませんけども、そもそも私その、まあなんて言いますかね、もう、いやこう言ったらいやらしいんですけども、何をやってもお金って稼げるんですよ、何をやってもね。でしまいにはビジネスが疲弊した今みたいな形になっても FX で稼げるわけですよ。だからそうなると私は何なんだろうなと思うんですよ、そのお金の大切さっていうのは。私もお金は大切にしてるつもりなんですけども、でもやっぱり人よりも多く借金をして、人よりも多くその借金を返してきて、そしてこの数年間ね、誰よりもたくさんと言ったらね、また語弊があるかもしれませんけども、たった一人でこの24時間中23時間暇な暮らしってのを買い取ってるところを見ると、一人でも多くね、そういうふうな時間とかお金に解放された方が出てくださるのが一番の私のね、報酬なのかなと思うばかりなんですよ。まあそういう気持ちに賛同していただける方は私のところに来ていただければいいし、いや、お金を払うことが本気なんだよって、その通りだ、吉谷さんっていう方は、吉谷さんの方に行っていただければいいかなと思います。まあ私もね、いろんな気持ちが変わりますんで、吉谷さんのように考えることもあるんですよ。ですから、確証は持てません。やっぱり、ある一定のね、金額を払っていただかないと、人は動かないのかもしれないなと思っちゃうこともありますし、いやいや、お金払わなくたって私は本気なんですよ、と。その本気度を見せるんで、久保さん入れてくださいって方もいるんですよ。でそういう方は参加していただいたこともありますしね。例えばね、中学生とかね、高校生の方が、お金がないから、毎月1000円払いますからっていう方ね。今でも1000円払ってくれてますよ。大したもんですよね。いやー、すごい。だからいろんなね、本気の表現の仕方があるし、何よりも、私が人に対して、あなたの本気度、この人の本気度っていうふうに評価をする面があるのかなと思っちゃいますよね。だって気持ちって見えないんで、行動によって表せっていうのでもね、行動と気持ちっていうのが一致してない場合も結構あるんですよね。本気じゃないけどうまくいったみたいなことがね、その一例なんですけども、さあ、いろいろと申し上げましたけども、こういうふうなね、合う話もあれば合わない話もあって、やっぱりこう
お互いの尊重心っていうのが違う価値観っていうのがね認め合えるっていうのが素晴らしいところだなと。億万長者の素質です。自分と違う考え方を尊重して興味を持って受け入れるね。自分と同じ考え方じゃないからその人まで嫌いになっちゃったり口論したりっていうのがね世の中にある風潮ですよね、うん、だからね外出自粛要請があるから K-1 グランプリやるなんてけしからんっていう人もいればね、それはだから自分が我慢してるのにあいつが我慢してないのが気に入らないからそこにもっともらしい理由を探してきてそうだそうだって言ってる群衆心理、同調圧力のなせる技だと思うんですけども、やっぱりねみんなと違う考え方少数派っていうのが常に存在してそれが民主主義の原理なんですよね。共産主義っていうのは一つの考え方にもう収まること強制されることなんですよ。でも民主主義っていうのはいろんな考え方があっていいよと、大半はこういう考え方で社会はこっちに向かうけども、でも意にそぐわず少数派の人もそれに付き合ってくれてるんだよってことね、忘れないことなんですよね。なぜなら常に自分が多数派でいるかどうかっていうのは分からないわけなんですよ。たまたま自分が少数派であって迫害を受けたりね、差別を受けたりすることもあるんですよね。そういうことがないように民主主義っていうのは少数な声も存在していいよと、でもみんなで同じことをする時があるんでその時はごめんなさいと、ちょっとした強制力を用いるんだけどもあなたの考え方を否定するわけじゃないよっていうのはね、民主主義なのかなと思いますけどね、ちょっと大きな話題まで行っちゃいました。昨日ね私の町にね立花隆さんが来てくれて、まあ、これをねぶっ壊すをやってくれたんですけども、やっぱり私にもね選挙に出ろと言ってくれましたということなんで、私は選挙に出ようかなと思います。N 国党からね出馬する、まあお金も時間もねあるんで私が出ない手はないかなっていうのと、やっぱり社会問題に深く切り込んでいきたいときに町内会長じゃちょっとね難しいですね。私はこの春から町内会長をね仰せつかったわけですけども、その一つの町内で自分のこうね力を役立てるのも一つですし、市議会選といってね市区町村で力を役立てるのもそうですし、国政に出ていって国というものに切り込んでいくのもあると思うんですよ。で私は今隠居暮らしといって自分の家庭の中だけでね責任を果たしてきましたけども、これをちょっと枠を大きくしていくのもまあこの年ですからね、意欲がなければ難しいですけどもあるんでやっていてもいいかなっていう気がしますね。さあ話が大きくなりましたけども、吉田さんです。じゃあそういうことでしたらね、4月のいつになるか分かりませんけどまた日程調整してうちに来てください。で YouTube ライブをやりましょう、ぜひ、私はそれだけで満足です。特にセールスを慌てる必要もないですしね、まあでもちょっとねセールスしてみたいなって気持ちもあるんですよ。必要性はないんですけども、実際マーケットからどのぐらいの評価を私はいただけるのかなっていうふうに興味が出てこないような来るような感じなんですよ。まあね最大金額で1000万円とかっていうのも売った私ですし、もっと言ったらね家を売ってみたりとかも車を売ってみたりとかもインターネットでしてみましたけども、やっぱ自分の商品として100万円前後のものだったら、まあ、いつでも売れるかなと思うんですよね。ところで、ね、隠居暮らしをして私ねこういう風な形でやってますけども、高額商品って実は結構売れてるんですよね。それはですね私がねポイントで一本釣りするんですよ。一本釣りしたら変な言い方ですいませんけども、あなたには私の単独コースをスペシャルコースをね、来てもらっていいんだけども、多分支払いはびっくりすると思うんで3ヶ月やりながらそこで稼げる力がついたらその時に塾費用を公開するんで、そこで本気でやろうと思うんだったら残り3ヶ月それを支払ってやってくださいと。で3ヶ月でもうこんなもんかなと思ったら、それは別に支払いは要求しないんでそのまままた元通りのね速稼塾塾生に戻ってくださいっていう風なね、そんなねこんな短い動画を送るんですよ。本当に数十秒ぐらいの、まあ、そうすると大体私が目をつけた人は参加しますね。ちょっと高いんですよ。でもそれが高いけども本当にみっちりなんですよね。みっちりで私の隠し玉をどん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 ぶち込んでいくんで、なんかねその気持ちが変わるんですよね。その気持ちが変わるっていうのがすごいですよね。気持ちが変わりそうな人に気持ちが変わるコンテンツをお届けしたら気持ちが変わるんですよね。だからそこがね、まあ私のちょっとこう奥義と言いますか、なんとなくまだ集合意識を持っていたりとかねみんなと一緒みたいな考えの方にはこの私のねディープマインドっていうのは伝わりにくいんで、それこそもう久保哲郎を食い尽くしたいみたいなね、そんなちょっと変わった方にはそういったのこいつをお届けするんですけども、こういうのがねまたありますんで、そのうちまあちょっと公開することはないですけどね、それはね。はい、いろいろと申し上げましたけども、まあまあちょっと4月ですか来月ですかご一緒しましょう。うちに来てください。
そしてですね、新しく生まれた大和くんと共に、まあライブ放送ですか。まあライブ放送は、なんかね、会場取って2階ででもやりましょうかね。あの、面白おかしくやりましょう。よろしくお願いします。YouTube ライブですか。はい、結構です。ありがとうございます。それではまたお願いします。